ウルトラシリーズウルトラセブン、ウルトラセブンは、1967年10月1日から1968年9月8日まで、TBS 系で毎週日曜19時19時30分に、全49話が放送された、つぶらやプロダクション TBS 制作の、特撮テレビドラマ、および作中に登場するヒーローの名称。ウルトラマンセブンと呼ばれることがあるが、これは誤り。 宇宙の侵略者から地球を守るウルトラ警備隊とウルトラ警備隊をはじめとした地球人に協力するヒーローウルトラセブンの活躍を描いた物語である。自然現象の一部としての怪獣出現が主なテーマだったウルトラマンに対し本作品では明確な侵略の意図を持った知的生命体イコール宇宙人との対立が物語の中心となった。 番組フォーマットは、ウルトラマン及び前番組、キャプテンウルトラと同様に、武田アワーの OP タイトル画面 CM、OP テーマ本編の順番で放送された。本作品は、つぶらやプロの空想特撮シリーズ第3弾であると、同時に TBS による、ウルトラシリーズ第4弾として企画された。ウルトラマンと同様に、人類の平和のために戦う、特殊チームと、 それに協力する巨大ヒーローという図式が採用されている。制作に携わった三田和穂によると SF 色を強めて高年齢層を取り込むなど様々な面でウルトラマンとの違いを意識したという。企画はウルトラマン放送中の1966年秋頃から検討が始まっており敵は宇宙からの侵略者に統一するという方向性が 示された上で、新たな路線を目指すために試行錯誤が続いた。最初の企画案の、宇宙基地ナンバー7を経た、ウルトラ警備隊という企画案は、宇宙時代に活躍する、地球防衛軍隊員たちと侵略者の戦いを描き、変身ヒーローが登場しないという設定であった。その後、手を加えられた企画は、ウルトラアイとして発展する。ウルトラ警備隊に、 主人公の諸星団という少年が加わり、危機の際には、彼が、レッドマンに変身して、異星人と戦う内容に変更された。レッドマンとの番組タイトルは、つぶらやヒーロー作品でたびたび使われ、本作品の脚本の表紙にも、その一文があった時期が存在する。その後、ヒーローの名前は、怪獣ブースカの後継作品として、金城哲夫が考案していた。 7人のエンジンが繰り広げる原始時代のコメディ作品のウルトラセブンからタイトルを拝借しウルトラセブンと正式に決定したウルトラセブンのデザインはウルトラマンと同じく成田トールが担当しロボットのようなメカニカルなデザインから青色基調の甲冑風の衣装を経て現在のデザインが生まれた本作品の企画書には 放送開始日が1967年10月15日と記述されていたが、キャプテンウルトラが当初の全26話予定から2話分の短縮措置が取られて全24話となったのを受け、本作品も前述の予定から2週繰り上げとなる10月1日スタートとなった。有星間侵略戦争の激化によって地球が多くの宇宙人に狙われているという設定が、 設けられたため、そうした宇宙人の侵略に対抗すべく、世界規模の軍事機構、地球防衛軍が組織されたという設定が導入された。ウルトラ警備隊は、地球防衛軍内部の特殊戦闘部隊という設定である。また、ストーリーも、敵対的な宇宙人に対する、諜報戦が描かれることが多いなど、軍事色が強くなっている。また、 個々のエピソードについてもドラマ性が重視され、など、娯楽作品の枠に留まらない傑作を生み出した。宇宙人やその手下である怪獣や、ロボットも、地球を狙う侵略者とその生物兵器、または、ロボット兵器という趣が強くなって、個々のキャラクター性が薄められ、劇中では、名前すら、明らかにされないケースも存在した。この点は、怪獣のキャラクターを重視し、 オープニングで怪獣名を出していたウルトラマンと大きく異なる点である。侵略者がセブンの存在やその正体がダンであることを把握しており、変身道具であるウルトライを盗んだりダンの殺害を企てたり、困難な状況に陥れようと試みたこともある。一方で侵略者がセブンの存在やダンの正体を知らず、 セブンの登場に慌てたり驚いたりするパターンもたびたび見られた。その一方、身長が自由自在に変えられるなどウルトラマンよりも多彩な超能力を備えたセブンのヒーロー性やハードなものから幻想的なものまで多彩に使い分けられた戦闘シーンの演出、ウルトラ警備隊の活躍シーンの爽快さなど児童層を捉えるエンターテイメント性も追求された。本作品では 他のウルトラシリーズと比べて巨大化しない等身大の宇宙人が数多く登場していた分、ウルトラ警備隊にも活躍の場が多く与えられており、セブンに頼らずにウルトラ警備隊のみでこれらの宇宙人を撃滅した例も少なくない。その他、本作品の特徴として着ぐるみの流用が全2作品と比べて少ないことが挙げられる。これは、 着ぐるみショーがビジネスとして確立したため、着ぐるみの数が一体でも多い方が、商業的にメリットがあったためであるという。本作品は、企画の段階より、英国 SF 作品、サンダーバードの影響を強く受けており、商業展開上も、全2作品に比べ、メカ類の玩具が多数発売された。人気絶頂にありながら、 撮影スケジュールの遅延などで終了せざるを得なかったウルトラマンの反省を踏まえ本作品はキャプテンウルトラの放映中にバンクシーンの撮りためが行われたが中でもウルトラホークなどの防衛軍長兵器の発信シークエンスはサンダーバードのそれを強く意識した凝った作り込みがなされている本作品は当初サンクール 全三十九話の予定で放送を開始したが、全番組、キャプテンウルトラで、平均二十五点六パーセントまで下落した、視聴率を再び三十パーセント台に乗せたことで、極サイドに評価され、九百六十八年三月末には十本の、追加制作が決定する。とはいえ、ウルトラ級からの累積赤字の深刻化もあり、第三クール以降は、着ぐるみや、 特撮セットの費用の引き締めが行われ、等身大サイズで着ぐるみが不要の侵略者しか登場しないエピソードも作られた。こうした展開がヒーローと大型怪獣との格闘戦を期待する自動層の視聴離れを招き、第36話必殺の0.1秒で視聴率16.8%を記録して以降、 17%から23%の間を行き来する状況となった。加えてマスコミは、この時期、妖怪ブームとスポコンブームを懸念しており、もう怪獣者は、時代遅れの風潮が生まれていた。もっとも、5番組である、怪奇大作戦の企画会議は、1968年1月12日から、本格的に始動しているため、武田川における、 ウルトラ急空総特撮シリーズの終了は必ずしも本作品後半の視聴率低下だけが原因ではない。ウルモロダンとアンヌ隊員の別れを描いた最終回では視聴率も放映開始時に近い28.5%を記録した人類が宇宙に進出し始めた近未来。宇宙では優勢間侵略戦争が激化し地球侵略を企む宇宙人が 次々と地球に飛来。人類はこれに対し、国際組織地球防衛軍を結成して宇宙からの侵略者と戦い始めた。日本にも地球防衛軍の極東基地が建設され、富士山麓の広大な地下基地で300名の隊員が日夜宇宙からの侵略に目を光らせていた。極東基地には各部署から選抜された精鋭隊員による 特殊部隊ウルトラ警備隊が置かれ、地球防衛の最前線に立っていた。ある日、クール星人による人間蒸発事件とそれに続く、京浜工業地帯爆撃事件に際し、諸星団と名乗る風雷棒の青年がウルトラ警備隊に協力してきた。事件解決の功績を認められ、団はウルトラ警備隊に入隊。団こそ、M78 星雲から、 地球観測に来た、久視点観測員340号の仮の姿である。侵略の危機にさらされた地球を守るため、彼は地球に泊まったのだ。弾は、ウルトラ警備隊でも対処できない危機には、ウルトラアイを装着して、本来の宇宙人の姿に変身する。そして、その超能力を駆使して侵略者や、その資格である宇宙怪獣と死闘を繰り広げる。 団の正体を知らないウルトラ警備隊は、自分たちに協力するシンクの宇宙人を、ウルトラ警備隊7人目の隊員という意味を込め、ウルトラセブンと命名した。本作品の舞台は、書籍などでは1987年と設定されているが、劇中では明言されていない。SF 作品としての設定上、宇宙開発や海洋開発などについては放映当時より、 進歩している演出があり、ドラマ上でも近代的なビル街や高級な邸宅など日常的生活感を配した背景が選択されていることが多い。しかし、未来世界の演出は一貫しておらず、1967年、当時の日常生活や時代風俗も地方ロケを含めて同時に描かれている。この近未来設定と当時の風俗が混在する傾向は、前作、 ウルトラマンでも見られる。以下、作品世界の設定年代が明確な演出と、制作当時の年代が見て取れる描写を記す。トイジャーナル1967年11月号において、西部百貨店の海志慶次郎は、怪獣ブームは、子供の日を境に急激に加工船をたどっていますと、述べ、同記事で、小出信広社の石井販売課長も、怪獣者から、 宇宙物へ、消費者の好みは変わりましたね。最初ウルトラセブンの方が強かったんですが、ここへ来て、サンダーバードの追い込みは、すごいですよと述べている。さらに、同記事の今井科学の草川勝明のことによると、サンダーバードの発売によって当社は、プラモ系市場を30%抑えたとしている。こうした風潮の中で、ウルトラマンに引き続き、 本作品の商品化権を許諾されたマルサン商店が発売したメカ類のプラモデルは好調な売れ行きを示した。マルサン社員だったサブローはマルサン、ブルマークを通して一番売れたのがウルトラホーク1号と述べている。怪獣ブームの衰退に伴い当初は好調だったウルトラセブンシリーズのプラモデルは売れなくなり本作品に大きく依存していたマルサン商店は 倒産した。ウルトラマンはターゲットを子供に絞って成功したが、スポンサーの武田薬品は子供に受けても大人に受けなければ、初期の目的は達せられないと考えており、本作品の対象年齢の引き上げを要求した。一方、TBS は日曜のゴールデンアワーは子供の時間帯と認識していたのである。この意見の食い違いから、 本作品の玩具展開は迷走してしまったとも言える。もう一つの問題は商品化券の契約金の高騰である。全番組、キャプテンウルトラが不審だったため、各社は実績のあるウルトラマンの正当な後継者たる本作品に厚く注目した。このため、各品目で激烈な入札競争が行われた結果、契約金の高騰という事態を誘発。 契約した会社は高額の契約金を回収しようと大量に商品を供給した。市場に溢れた商品は最初は消費者を満足させたが満足しきってしまったために消費者は本作品に対する関心を失っていったのである。何度も行われた再放送により本作品はウルトラマンとともにウルトラシリーズを代表する 高水準の作品として幅広く認知され、第2期ウルトラシリーズの誕生や1970年代末期の国産特撮ヒーローの再評価に大きく貢献。また、主人公での出演ではないが、帰ってきたウルトラマンに始まる第2期ウルトラシリーズやウルトラマンメビウスと他のウルトラシリーズでの共演によって、セブンを本放送終了後の世代に伝えることに成功した。 過去のつぶらいアプロ作品をデジタル修復して DVD 化するデジタルウルトラシリーズでは全2作品を差し置いて第1弾作品に選ばれ本放送終了から50年経過している現在でも CS 放送や地上破再放送が頻繁に行われている2021年には NHKBS4K にて 4K リマスター版が放送されている第8話 狙われた街の後日談として、ウルトラマンマックス第24話、狙われない街が制作され、かつて倒された、メトロン星人が再登場。監督は本作品と同じく、実相寺秋代が務めた。また、ウルトラマン30周年作品、35周年作品、40周年作品のように、セブンも30周年作品、35周年作品、 40周年作品を制作している。1994年から2002年にかけて本作品の世界観を継承した続編的作品となる平成ウルトラセブン2007年には40周年記念作品ウルトラセビン X が制作された。第10話有優勢より愛を込めては現在欠番扱いとなっている。詳細については スペル星人の項目を参照。参考文献、キャラクター大全ウルトラセブン、ウルトラセブンイズム地球防衛軍科学者その他、すべてノンクレジット劇中音楽は、冬木徹が担当した。ジャズ編成の劇とのが多用された、ウルトラマンから一変して、オーケストラ編成主体の楽曲が多くなっている。冬木は、奥行きのある世界観を表現するために、 多くの楽器や編成を用いる形で検討した結果、シンフォニックなスタイルに至ったとしている。また、第47話には、ヨハン・シュトラウスの皇帝演舞曲、最終回には、シューマンのピアノ競争曲異端長が使われていることなど、音楽の面では、クラシック音楽思考が伺われる。すべて作詞、東京一、作曲、編曲、冬木通る。 もう一つの主題歌本作品の主題歌には、ウルトラセブンの歌の他に、ウルトラセブンの歌パート2が存在する。この曲名は後年 LP レコードに収録された、際の便宜上のもので、実際には2曲作られたうち、採用されなかった主題歌候補の曲である。録音時の楽曲リストには、ウルトラセブンの歌ビート表記されている。本来は、 主題歌とほぼ同じ歌詞があるが、作中では第4話の戦闘場シーンでカラオケの形で使用。その後、第7話や第36話でも使用されたが、これは同曲の出来栄えを捨てがたく思っていた三田和穂が自身の監督作で作曲者、冬木徹の了解を得て使用。ウルトラマンエースや太郎では2番から3番の感想に編集を施して、 ゾフィー登場のテーマ曲として多様。本作品の再放送は、頻繁に行われていたため、突起すべき事項のみ記すテレビシリーズの本放送期間に合わせて、講談社館、週刊少年マガジン、別冊少年マガジン及び、月刊僕ら市場にて、コミカライズ展開が行われた。作家は、少年マガジン版が、桑田二郎、僕ら版が、和ずみ大事であった。 内容は、テレビシリーズ用の脚本を元にしつつ、漫画向けにアレンジを加えたものとなっていた。また、桑田版とカズミネ版で取り上げるエピソードが、重複しないように調整されていた。いずれも何度か、単行本として復刻されていたが、原稿紛失のため未収録だった桑田版、闇に光る目、ノンマルトの死者は、2004年末になって、ようやく、完全版として、 ファンローリング株式会社よりそれぞれ上、中、下と分割して商業出版された。クワタ版は上、中間のみで完結する。なお、クワタ版、カズミネ版とも、地底5、5、5におけるオリジンは描かれていない。また、中間の闇に光る目、ノンマルトの死者、倒せ。アイアンロックスは、現行紛失のため他の印刷物からの副写となっている。 初版は、初出が、少年マガジン昭和43年18号から25号、栄光は、誰のために、などの語植が多く見られる。セブンの設定はストレートに他の星の侵略から、地球を防衛するべく派遣されたものとされ、特に、クワタ版においては、初代ウルトラマンに伴われて来訪し、 直々に任務を引き継ぐ場面からスタートするという、全く図らずもウルトラ兄弟の概念を先取りしたかのような描写がなされている。2013年7月4日から2014年9月18日までチャンピオンタップで連載されたウルトラセブンと女子高生を題材としたウェブコミック。原作、谷崎明。ありがとうございます。